これ吉和のマスクです。今日撮影で着てた。ちょ、何で持って帰ってきてるの。つけてもらっていいですか。嫌やろ。ちょ、やめて。ちょーちょ、ほんまよ、潔癖ここ持ってんの。お父さんやの。ちょ、うん、お父さんつっても久しく会って、毎日え、ほんじゃ、お母さんのお父さんとかお母さんの、うん、そのコップ、同じコップ飲める。飲めるっすよ。飲める。え、飲めますね。え、ちょー、汚いよ、ゴミが。もうよくない。お前、お父さんやねん。お前、マジか。すいません、そう。ちょ、いいけどさ、いいけど、つけんのとか、俺、ほんま、潔癖最近増えたね。めっちゃ臭いね。やろ。で、巻いて。俺、お父さん、臭いね。よしかす。うん。ちょっと臭かった。昔からやねん、それは。やめて、俺、無理やねん、潔癖やから。リアルつけてください。じゃ、水回り潔癖やねん。うん、水回りじゃあるでしょ。で、水回りやん、口とか。お、やば、なんか、浮いてる。ちょっと、待って、ほんまやめて。それはほんまやめて。どっちがお前つけてやん。どっちがお父さんねん。両方でしょ。でも汚いわ、これゴミやつせろって。もう見て、宙に浮いてるマスクみたいな。で、ミカマリックか、浮いてないんねん。汚くて触れれてないやん。そう、え、ちょっ、終わった。ちょ、お風呂入ろう。誰と一緒に入りたい。待って、いや、ええやん。耳垢もえぐいと思うが、うん、場所つけてよ。だってつけれるの。いや、これだってエモエ君のお父さんじゃん。曲げつけるよ。お前それよう言うな、お父さんに対して。そんな罰ゲームみたいな。これお父さんですか。お父さんやろ。お前その罰ゲームに嫌がんない。じゃあ汚い。じゃあほんまやめて。じゃん曲げ行きましょう。汚いもんじゃないから、そもそも。え、そうでしょ、うん、もう行けるじゃん曲げ行きましょうって。つける。はい、うん、そうやったら被害ないやん。あるやろ。勝てばいいや。そうっす。よ、一斉のでな。最初あげるじゃんけん。え、ジャンマゲ一斉の。お前もじゃん。最初あげるじゃんけん、ほい。よっしゃ、一番勝ったな。終わり。じゃあ、一斉か。はい。じゃあ、こう回るね。そう。はい。一本でいいんやな、みんな。一本で。一発決めしまーす。一斉ので、二。はーい。お前やろ、カスドマ。よし、一斉ので、一。よし。一斉ので、一。一斉ので、ゼロ。はぁー、お前ら、カスガ。汚れて金もらえかす。伊勢ので2。え、マッチョ。これ、エモエ君のお父さんのなんで。んん、え、いや、だからいいよ。俺が許してるから。じゃあ、これつけるか、ゴキブリ100匹が出て。ゴキブリ100匹お願いします。おかしいや。ちょ、あ、きっ、ちょ、ほんまにやめて。おぉ。さっきよりすごいよ。すごいなってる。やめろよ。ほんまにこう見えるくない。いや、ほんまに見えんねん。ほんまに見える。いや、ほんまに見える。すげえ。すげえじゃないやろ。親父エキスくれ。ミスタートリック。トリックじゃない、マリックな。マリックか。トリックってあるやん。じゃあトリックっていう英語があるやん。おい、きっとな。もうほんまにやめて。もうお風呂昨日入ったばっかなのに、また今日入らなんかあんなるやん。やめてきった。やめた。反抗期ですか。反抗期じゃないやろ。ほんじゃ、お前ら父親と一緒にチューでいけるか。何、父親と一緒にチューで。何、3人でチューするの。父親とチューできるかやったら、父親と一緒にチューって。もう3人やもん。もう一人おるもん。3人が顔ひっつけ合うことある。なあ、どういう家族なお前の家庭。なあ、何を見てきた。やめて、あと踏んでるっすよ。え、顔つけてるって。ちょ、もう、待って、俺どうしたんすか、うん、無理やわ、ちょっとごめん、俺ほんまに無理やね。わかるやん、うちらそういうもんや。ちょっと待って、やるから。ちょ、もう待って、俺、ちょっと、嫌やねん、嫌やねん。俺な、口移し、もう、殺してくれ。死んだほうがマジで、どうしたんすか。エメイ君、大丈夫ですか。エメイ君、熱出てきた。ちょっと帰っていいか。いや、父親のマスクつけましょう。うん、熱や。いや、俺つけるの。俺お兄ちゃんで無理やもん。いや、兄ちゃん無理でしょ。やろ。うん。じゃあ、で、お前、お前ら家族とその一緒のお箸、じゃあ、お父さん使ってお箸使える。使えるっす。マジで、はい、マスクの子みたいやん。え、マスクはいける。え、全然いけるっす、
え、お前父親なんていう名前？な、吉和。あ、まずお前両親ともにおる？こう、おるやろ？あ、おる。おる。マジおらんやんな。おらんす。え、片親？もう片親だ。お、喜ぶね。あんま、片親って仲間見つけたみたい。え、マジ片親やったっけ？ガチで。ガチ、ガチっすよ。え、な、はい、え、どっち？母、父？母に育てられた。一緒やん。え、父親なんで離婚したん？お前何歳、何歳離婚したん？喜ぶやん。小学校4とか5とか。俺とか早いな。一緒やんけ、俺と。え、そう、早さとかない。俺とか先輩やん。え、お父さんどっか行った？お父さんどっか行っちゃったし。今でも繋がってる？いや、全然。やろ？ほんで、そのお父さんが久しぶりに現れてさ、めっちゃ昔クズやったやんぞ、お前のお父さんな。お前のお父さんもクズやったやん。だから離婚してるわけやん。吉和よりかクズじゃないです。吉和って。七股とかしてないやん。そんなしてない。言うね。8やし。マスクつけれるくない？つけれる。え、その父親が久しぶりに現れてやで。こう、マスクつけてたら、ちょっと、使える？はい。もう他人に感じへん。父親なんかどうか分からへんくない？久しぶりに会う父親の感覚やったら。育てられてないからさ。わかる？この気持ち。父親感がないねん。寂しいこと言うし。それ、でもほんまにそれ。それだって、向こうにも責任はあるんやから。捨てて帰ってたやな。うん。捨てて帰った捨てて、外に捨てられたんすか？お父さん、捨てたんでしょ？捨てて、行ったんやから。じゃあ、今500円あげるんで、マスクつけて。つけつけるぞ。ライトゼロ。どこどこどこ？お父さんの靴舐めるで。え、でも、あいうえおって、愛から始まって、何で終わる？愛って、一番大切なんて、俺、恩やと思ってんすよ。忘れないこと。恩読みで、愛ってこと？じゃないっす。あいうえおって昔の人が考えたことじゃないですか。うん。だから、愛から始まるんすよ。忘れへんように。ちょっと待って、言葉に。待って、それはゴールかも。はい。いや、俺そこについて考えたことない。まあ、ゴールではないですけど、うん、ゴールさせるために昔の人が考えたんですよ。50音って、昔の言葉で、言葉って変わってんねん。すげえかも、それ。で、愛って、恩やんか、忘れへん、はい、感謝を忘れへん心やで、あいうえおってそう秘密隠してんねん。あぎゅ、あの、あいうえおって最後 何で終わる？わ？お、ん？恩やねん、最後終わりも。ちょっと待って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 見て鳥肌、えぐい。ちょっと待って、えぐい。あいと思う、忘れ、はい、だからお父さんそれ全部忘れてたんですよね。やばい、こう突っ込まれるなっていうか、ガチで気づいてるからね、やばい、ガチでしょ。ちょっと深すぎる、その気づき、えぐい。え、そうやって昔の人がちょっと待って、あのヒント残してんすよ、俺らに。愛を忘れへんようで。いや、めっちゃ嬉しい、それ。えぐ、今ゾクってした。昔の人が愛と、愛は恩、恩は愛、それを忘れんどいてくれっつって50音に隠しちゃうんですよね。その確かに、あいうえお、そう、コーネグリフと一緒なんですよ。だから悪が正義と反対になっちゃったんですよ。その時悪は愛を忘れさせようとするんですよ。はいはいはい。でも元の正義の人らは唯一残したのは50音で、愛と音を忘れんように、 愛から始まって和音で終わるように作ったんですよ、日本語。ガチでしょ。でもガチでしょ。これエグい。これ俺気づいたことなかった。これエグい。これエグい。だいぶ気づいてる。いや、その筋エグい。ちょっと待って。また考えること多くなったぞ。エグい、うん、めっちゃ気持ちいいもん、今なんか。めっちゃ筋通ってる。めっちゃ筋通ってるわ。いや、この日本語に意味はあるもん。絶対に。うん、そうなんですよ。こんな昔から、ある。しかも日本語って昔逆から読んでたわ。全然繋がったもん。日本語逆から読んでた。ああ、なるほどね。はい。なんでね、マスクつけてもらいます？それ無理だろ。